はい、皆さんこんにちは。今日はちょっと変わったことをやってみようと思います。今日やることは全部 iPad でやってしまいます。そしてすべて無料でできる音楽の楽しみです。今画面に映っているのは DJ という iPad のアプリです。見た通りどう見てもDJ をするようなターンテーブルが2つあります。細かいことはちょっとさておきですね。一番左上ですね、その左上の音符マークのところからファイルを読み込みました。はい、冬の到来というこれですね。これを読み込んだわけです。そしてこのテンポは130というテンポです。これはDJ に使うような EDM 系の音楽じゃなくって通常の J-POP です。再生をしてみましょう。こんな音楽にいろんなエフェクトとかをかけてですね、そしてこれを書き出して、この部分をモチーフにして、Snow AI にもう一度かっこいい EDM を作ってもらおう。そういうような試みだと思ってください。まず、やったものがありますので、それを見ていただきますが、ここにこんなパッドというのがあります。これをオンにしていくと、とっても変わったものができます。そしてスピード、今先ほど130で聞いていただいたんですが、EDM にするためにちょっと早めにします。もう目いっぱい上げて150ぐらいにしたいと思います。これで再生をしながら、ちょっとこの辺のエフェクトをかけていきたいと思います。はい、こんなような面白いエフェクトをかけて、そして保存できる機能があります。無料版では録音ができないんです。ですけれども、考えてみれば画面録画とかいうのができたりしますので、そういう裏技を使ってでもなんとか録音をしたらいいと思います。でも楽しいなと思ったら、年間課金そんなに高くないですので、一月にすれば確か300円ぐらいだったと思うんですけれども、こういう楽しみもやってみたいと思うんであれば、アップデートをしてサブスクに入ればいいと思います。そしてこれを書き出したものが、はい、このようにSnow の方の一番上の方にアップロードオーディオというのがあります。そこから呼び込んだわけです。呼び込んだファイルというのは、今マウスで示しているこの場所ですね。録音2024年11月7日22という風なのがありますが、これで読み込んで、そして歌詞をこのように作りました。そしてなるべくイントロができやすい、先日からも僕が皆さんにお伝えしていますように、この空白も含める4行、ちょっと色が見えにくいんですが、今画面の上側に見えている 1,2 空白4行目、イントロエレクトリックギターソロと書いてあるところまで、これをつけるとですね、イントロというのができやすいですので、こういうまじないとかを入れましてですね、そしてここには EDM とだけ書いてエクステンドというのをした結果がここにあります。どんなものができたかちょっと聞いてみましょう。
はい、これ1曲目、2曲目はこれです。はい、こんな違う感じの2曲ができました。それを保存すればいいわけです。このように3点メニューからダウンロードをします。そして WAV オーディオ。このようにしまして、そして保存をします。はい、どこに保存するかということですが、ファイルということで保存を選びます。するとファイルメニューが出てきます。そうすると、次で開くというのが下の方にありますので、それを押すとファイルに保存することができます。外部デバイスのイエロー512というのがあります。ここに一応 DJ というのを作ってあります。ここで保存をしたいと思います。ファイル名はクリスマスハッピーですが、ここで1番という風に1つ目という意味でしておきましょう。そして保存にします。これで保存ができたわけです。今度は2曲目もやってみましょう。保存をします。またファイルへ保存します。そして次で開くという風にしてファイルに保存。そしてここにクリスマスハッピー2としておきましょう。そして保存します。今度は DJ のソフトに戻りまして DJ というホルダーにクリスマスハッピー1と2があります。これをクリックしましたら、1、2というようなものが出てきますので、左のデッキの方に入れるときは1番を押します。そして2の方を右側のデッキに入れます。そしてこれらは多分同じ速さなんですけれども、ここで151と認識していますが、ここでシンクを押しておくとシンクできるようになっています。1曲目聞いてみましょう。雰囲気を出すためにレコードデッキにしておきます。を変えます。同じところを繰り返したりもできます。セットします。ここにエフェクトをかけていきます。
じゃあこれをどのようにしたか、ここからが皆さん一番気になるところだと思うんですけれども、このようにしまして、自分のホルダーですね、ここから冬の到来という EDM ではない僕がスノで作った曲、これを読み込みます。左側に読み込みました。そしてここにエフェクトを追加していったわけです。 EDM のイメージにするために少しテンポを速くしました。はい、150ぐらいにしたわけですね。そしてここで鳴らしてみます。音にしましょう。はい、オーディオ録音をします。停止しました。こんな感じで録音ができたわけです。そしてこれをスノ AI で読み込ませます。どれぐらいこのクラップの音が聞いているかという感じですね。はい、アップロードオーディオをします。マイデバイスからファイルを選択します。そして録音というのができています。多分こちらの新しい方、これだと思います。そしてアップロードワンファイル。はい、コンティニューをします。ここからエクステンドをしたいと思います。本来ならどこでつなぐかをもう少し明快にした方がいいです。ちょっとやってみましょうか。じゃあこれを再生してみます。はい、もうちょうどいいところだったので39秒全部をつないでみましょう。そうしまして、歌詞はまあわからないから英語ですから、先ほどと同じような感じでクリスマスハッピーにという風にしておきましょう。はい、これでエクステンドボタンを押します。はい、どんな曲ができたか聞いてみましょう。はい、2曲目も聴いてみます。はい、こんな風になりますし、この歌詞が日本語だったらどうなるかと気になるところですよね。すべてを選択して一旦消します。そしてここでクリスマスという感じで日本語で歌詞を作ってもらいましょう。はいはい、本来なら先ほどの4行のまじないをつけたらいいんですが、ちょっとそこは飛ばさせていただきます。じゃあこれでエクステンドを押します。はい、では聞いてみましょう。雪の街に星が光ってる、あなたの笑顔。
いですね。歌詞の長さというのも全く違うのにですね、モチーフのイメージは残しながら歌を歌うんですからね。皆さん、もし歌手だったとしたらですね、今すぐ歌詞をパッと渡されてですね、先ほどと同じようなイメージでメロディーを合わせて歌ってくださいなんて言われてもですね、ちょっと待ったというふうな話になりますよね。もう一度何度も曲を聴かないと歌えませんよ。いわゆる替え歌をしようというわけですからね。そんなことが AI はすぐできます。2曲目も聴いてみましょう。はい、こんな風にできたものを先ほども例を見せたようにもう一度ですね、 DJ に戻ってこういう曲をかけていくとですね、とっても楽しい DJ ライブラリーができるということです。今日は DJ という iPad での DJ ソフト、無料ででも使えるソフトです。これからその AI に行ってですね、全く違った EDM を作るというような試みをやってみました。では皆さん、今までの既成概念だけじゃなくって、いろんな組み合わせを使ってですね、なるべく早く楽しい完成曲を作るというようなことにチャレンジしてみてはどうでしょうか。今日も聞いていただいてありがとうございました。またねー。